ギオーム二世、ドビルアルダン。ギオーム二世、ドビルアルダン。業務通レビアードアン。1211年頃から1278年5月1日。は、ギリシア生まれのフランス人。第四代アカヤコ1246年から1278年。ギリシア名。グリエルモス。ガンマウプシロンラムダヨタラムダミュウ。第二代ジョフロワ一世、ドビルアルドアンの辞書。 第3代ジョフロワ2世、ドビル・アルデュアムの弟。母イザベルがギリシアに移住した後、1211年頃にカラマタ城で生まれた。フランス語に加えてギリシア語も自由に操ったと言われている。1248年、1年近い包囲戦の後、半島最後の拠点であった。要塞都市も年シアを幸福会場させ、半島全土の征服を、 一応達成する。1249年、タイゲトス山脈にこもって、抵抗を続ける、スラブ人部族、メリング族を牽制すべく山陸の丘にミストラス城を、また同じ頃、支配下に入ったマニ地方に、大マニ城を建設して藩に備えた。こうした、相次ぐ築城は、半島全土の征服とともに、赤谷広告の絶頂期を飾る事業であった。ギオムは、 こうした居城を巡回して支配を強めると同時に平地に建設された首都アンドルビル、アンドラビダで宮廷生活を営みフランス文化がこの地に花咲いた。ギオームはフランス貴族、ナルジョ・ド・トゥー氏の娘、個人名不明、イタリア人のカリンターナ・ダル・レカルチェリーと二度にわたって結婚したが二度とも先立たれていた。1258年、イッピロス先生校、 ミハイルニセイ・ドカスの娘アンナと結婚し、アカイア公国は、ニケア帝国の躍進に対しイピロス先制公国、シチリア王国と同盟して、反ニケア法移毛を敷くことになった。この危険な同盟が、ギオームとアカイア公国を繁栄の絶頂から転落へと導くことになる。1259年。 ペラゴニアに集結したハンニケア同盟軍であったが、ギオームとミハイル二世の諸子ヨアニス一世ドゥカストが対立し、軍団の足並みに乱れが生ずる。この対立の原因は、自分の高貴な生まれを誇るギオームがヨアニスの出自を嘲笑したからであると伝えられている。ギオームは、その軽率さに対し、高い代償を支払わされることとなった。ヨアニスドゥカスは、早々に軍を離脱させ、 残存する同盟軍は、ペラゴニアの戦いにおいて、ニケア皇帝ミハイル八世、パレオロゴスの弟、ヨアニスパレオロゴス副帝、ケサル指揮下のニア軍に惨敗を喫死してしまう。ギオームは辛くも、戦場を離脱したが、逃走中追い詰められ、最後は、農家の荒束の中に身を潜めていたところを見つかり、捕らえられてしまう。 ギオームは1259年から1261年の2年間に渡り、ニケア、ついで東ローマ帝国の首都に帰り咲いたコンスタンティノポリスにて、旅衆の生活を送った。この間、妻アンナが捕虜になった他の騎士たちの妻と共に赤ヤ公国を統治したという。結局、ギオームは東ローマ皇帝の進化となり、帝国にミストラス、モネンバシア、大マニ城、 ゲラキの4要塞を活用することで、ようやく釈放された、引き渡しは、翌1262年。その際、帝国軍総司令官、メガスドメスティコス、ミューガンマーアルファーデルタミューシグマタウイオタカッパ、の名誉職を、ミハイル八世から授与されている。この敗退と喪失は、赤いアコ国にとって大きな打撃となった。 異端である東ローマに侵入したギオームの個人的名声が失墜しただけではない。戦闘における損失はもともと決定的に少数派であったフランス人騎士層のさらなる減少を招き、この加藤政治の弱点を露呈してしまった。そして何よりも重要かつ難攻不落の拠点を東ローマ側に割上したことで彼らに半島再征服の足がかりを与えてしまった。 それはゆっくりとした、しかし確実な1430年の全土併合と滅亡まで決してやむことのない水防の歴史の始まりであった。ギヨームはこのような湿地を挽回すべく一大決断を下す。東ローマ皇帝に対する真珠は間もなく東西境界合同をなかなか実行しようとしないミハイル八世に苛立ったローマ教皇によって 解答されていたが、実質的な支援を得るべく、当時アドリア海、エーゲ海地域に勢力を広げつつあった、フランス王家出身のシャルル団従、シチリアオーカルロ一世との同盟に乗り出すのである。1267年に、イタリアビテルボで締結された、いわゆるビテルボ協定は、シャルルとギオームとの同盟、ギオームのシャルルへの侵入、ギオームの娘イザベルとシャルルの三男、 フィリップの結婚と校舎の赤屋広告相続、ギオームには後継者となる男子がいなかった、両者に子供がない時にはシャルルが赤屋広告相続すべきこと、等々を決定した。形こそ協定、同盟であったが、明らかにこれは赤屋広告を取り巻く状況がアンジュ家の主導家に入ったことを意味している。ギオーム2世。 ドビール・アルドゥアンは1278年5月1日、誕生の地、カラマタ城で死去した。娘コ・フィリップは1277年、ギオームに先立って亡くなっていた。ビテルボ協定に基づき、アカイア公国は、シャルル・ダンジューが継承した。かくしてシャルルは、コンスタンティノポリスと、東ローマ帝国再征服という野心に向けて、動き出すのである。 ギオームは3度結婚した。最初の妻は、フランス貴族、ナルジョド・トゥシーの娘、個人名不明。子供は生まれなかった。2番目の妻は、イタリア人カリンターナ・ダル・カルチェリ、コリンタナ・ダル・カーチェリー、1255年没。子供は生まれなかった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。